桜の花は散り始めましたが、とっても気持ちのいい季節ですよね。今日はこんな風にお散歩をしながら立ち寄りたい街中のお店、そちらの一押しメニューをご紹介します。宮崎市民の憩いの場となっています宮崎中央公園から南に50メートルほど行ったところに気になるお店があるんです。黄色のお店、あちらです。チャイニーズレストランリオン。客席は17席と少なめですが、本格的なメニューが味わえる創業14年目の町の中国料理店さんです。宮崎の中国料理の名店、中央お待たせしました。来ました。うちの一押しメニューです。ボリュームがすごいですね、はい、これは。これは何というメニューですか？スーラータンメンセットと言います。スーラータンメンセット。はい。とってもいい香りがしますね。はい、ごま油ですかね、はい。食欲をそそるいい香りです。ちなみにスーラータンメンってどういうものなんですか？ストラー油と黒胡椒が入ってるんですね。若干酸っぱいラーメンになります。結構パンチが効いてるような。うちは全体的に抑えめになっております。そうなんですね、はい、じゃあちょっと食欲が湧いてきたところでいただきます。すごい上にお野菜とお肉もたっぷり乗ってます、はい、まずは麺から。スープと卵をしっかり絡ませて、うん、おいしい。あ、このですね、酸味と黒胡椒の辛み、はい、バランスがいいですね。おいしい。でもこう決して酸味があるからって尖ってるとかこう癖があるわけじゃなくて、はい、しっかりこうまろやかにコクのある味わいなんですね、はいはい、スープはですね、はい、宮崎県産か鹿児島県産の地鶏のガラを使用しております。へー、はい、麺もつるっつるしててコシがあって美味しいですね、はいはい、うちはですね、中太の縮れ麺を使ってですね、うん、麺の方が増量になっております。うーん、スープにとろみがあるので、はい、こう縮れ麺にすることで、はい、しっかり絡んで、はい、口の中でスープごとしっかり食べられる感じがしますね、はい、うーん、初め見た目はすっごくボリュームがあるなと思ったんですけれども、結構この酸味と辛みが効いてることで、はい、サラサラと入ってしまいますね、はい、お好みで辛い方が好きな方は、はい、自家製のラー油があります、ね、あとお酢もご用意しておりますのでお好みでお使いください。自家製ラー油、はい、ちょっと辛めで作っております、はい、ここで味変です。うん、うん、美味しい、うん、辛みはもちろん増すんですけど、はい、味わい深さも増しますね、はい、うん。ところでですね、はい、お店の名前がリオンですよね、はい、とっても可愛いお名前ですけど。ありがとうございます。これはどういう由来があるんですか？これはですね、子供が4人姉妹なんですけども。4姉妹、はい、はい、あと一番下の子の名前をつけております。うーん、はい、リオンちゃんというんですね、はい、そうです。じゃあこうお店も子供のようにこう可愛がって。はい、チャーハンも忘れてはなりません。あ、すごい、レンゲですくった瞬間もご飯がパラッパラなのが分かります。おいしそう、うん、おいしい。この鼻から抜けるごま油がとってもいい香りですし、ご飯一粒一粒にごま油がこう薄くまとってて、はい、パラパラ。これなかなかね、お家はできないですよね。ちょっと軽く軽くですね、はい、あと卵を入れてご飯を食べます。調味料入れるんですけど、調味料入れたらもう使えるんですけど、お米から入れてください。うん、
なるほど。それが一番ポイントです。家で切るときってやっぱりちょっとぐさっとなってしまったりするんですけど、はい、やっぱり火力と素早く、はい、調味料の一番出来上がる最後に入れた方が、うん、そちらを炒めて作るのどれくらいの時間ですか？これぐらいでしたら1分。このセットはスーラータンメンがメインですけども、このチャーハンもメインですよ。どっちもメイン。この美味しさとボリュームでお客さんに満足してもらいたいという優しさが詰まったセットですね。はいはい、あのいつも料理を提供してくださってありがとうございます。今後はこうお店がどうなっていったらいいなとか。そうですね、またあの今まで以上にお客さんが来られて美味しかったって言ってくれればいいと思います。続いて私がやってきたのは山崎街道沿いにありますこちらのお店、802餃子。私にぴったりの真っ赤の看板でございます。一体どんな一押しメニューがあるんでしょうか？餃子の消費量が全国でもトップクラスの宮崎市内に、去年の11月オープンした餃子専門店802餃子。店長の浜津さんは餃子の常識にとらわれないあるお肉にこだわったメニューを提供します。お待たせしました、焼き餃子です。ありがとうございます。おー、ザ焼き餃子という感じの、はい、至ってシンプルな餃子ですね。はい、早速ですがいただいてみたいと思います。うん、おいしい。表面ちょっともちろん焼いてあるんでパリッと、はい、でも結構皮がもちもちですね。そうですね、はい、しっかりあんの旨味がギュッと詰まってるんですけど、はい、なんかすごいさっぱりしてますね。はい、普通の餃子はやっぱ豚肉とかが多いんですけど、うん、うちは宮崎県産の鶏肉を使用させてもらってます。鶏なんですね。はい、そうです。桜姫鶏って言って、普通の鶏よりもビタミン E が3倍以上多く含まれたりとか、うん、臭みが少なかったりだったりとかいう特徴がある鶏を使わせてもらってます。うーん、自らの手で丁寧に鶏をさばいています。一緒に使う野菜も極力宮崎県産のものを使用し、宮崎だからこそ味わえる餃子を目指しています。まあ、餃子屋さんとしてやっぱりこの土定番の焼き餃子が一押しっていうことですよね。はい、僕の一押しこれじゃないんです。これじゃないですか？これじゃないのがあります。はい、なんでじゃあ出したんですか？いや、オーソドックスにまずこれから言ってもらおうと思いまして、はい、はい、お願いします。じゃあ店長一押しがまだあると、はい、まだあります。802餃子一押しのメニューとは？はい、こちらが私のおすすめのあんかけ揚げ餃子です。何これ、これ餃子ですよね？はい、揚げ餃子にあんがかかってます。へー、あんかけ初めて見た。めちゃくちゃ熱そうですね。熱いです。いただきます。熱そうですね。あくうん、熱いけどうまうるらくなんでちょっと遠慮気味なんですか？ちょっとやったことないので。あの揚げ餃子だから、はい、揚げてるカリッカリの部分もありますけど、あんがかかった部分はもっちもちになってるし、いろんな食感が楽しめますね。はい、まさにそれですね。うん、もやしのシャキシャキ感もあるし、はい、餃子だけど餃子じゃないみたい。面白い、はい、大好きです僕も。これこれはなんであんをかけてみようと思ったんですか？これかなりうちのスタッフがあんかけが好きだと。
ューだけ出てきましたそのままじゃないですか。まあでももやしは餃子に合うっていうのは、うん、あの浜松の方の餃子とかはもやしが乗ってたりするんですよ、うん、そうなんですか、はい、やっぱり油を取ってくれるっていうか、はい、さっぱりする口直しも含めてもやしが合うっていうので、うん、まあやっぱりこのお店の一押しメニューだから、はい、お客さんの中でもこれが一番出るんですか。はい、出ないんですよ。は？どういうことですかね。やっぱり焼き餃子が一番メインで出るんですけど、うん、はい、これはもう好きな人は好きなんですけど、うん、なかなか挑戦される方は少ないですよ。ぜひ食べてほしい一品なんですけど。店長の一押しなのに、はいはい、そんなに出ない。内緒ですよ。お店なんですけど、はい、去年11月にオープンしたということですけど、はい、なんでこう餃子屋さんをしようと思ったんですか。僕は西立の方でのバーを経営してるんですけど、やっぱり去年からコロナの影響でちょっとずつやっぱ売り上げも厳しくなってきているので、うん、まあ、このタイミングでちょっと新しいことに挑戦してみようかなと思いまして、うん、餃子、まあ、宮崎ちょっと餃子ブームも来てましたんで、はい、たまたまなんかいいタイミングだったなと思ってますけど流れに乗っちゃえってわけじゃなく、ね、たまたまやろうと思ったら来てたっていう宮崎1位だもんねって言われて、うん、そうなんだって言いましたお店の802は何なんですか。僕の名前が浜津っていう名前なので、名前の802で浜津ってことですか。はい、さらにチャレンジしている衝撃の一品が。こちらもどうぞ。え、なんすかこれ、スンドゥブいや、いいじゃなくてまあちょっと行ってみてください。餃子ですよね。餃子、スープ餃子ですね。うちのおすすめ、裏メニューの、裏メニューじゃないですね、裏のおすすめですこれはまたあれじゃないですか、店長は勧めてるけど全然出ないんじゃないですか。いや、出ます出ますチャレンジャーがいますから。チャレンジャーん、うわっ辛最初熱いのかと思ったけど違いますね。これめっちゃ辛いなんていうやつですか。本当に食べますかっていう、ね、本当に食べますかバカじゃないですかめっちゃ辛いわ喉が痛いもん。美味しくないですか。でも後味が、後味が痛いんですよあ、そっちすっげえ辛い。いやいや、でもこれ食べられた方はすっげえ辛いけど、うん、うまいって言ってました。ずっとここがもう熱いっすもん。一応まあ世界一辛いって言われてる唐辛子入ってますんで。なんでこんなの作ったんですか。やっぱ激辛ブームだなと思って何でもブーム乗っかるじゃないですか僕ちょっと辛いの食べれないんですけどいやこれ本当にちゃんと覚悟して挑戦した方がいいあー辛い感覚的にはもう唇倍ぐらいに腫れてるもん、まあ、いろんな、はい、こう変わった餃子もあるこちらのお店ですけど、はい、これからどういうお店にしていきたいなと思いますか。やっぱ宮崎餃子が全国1位取れるように、はい、魅力ながら僕も頑張っていきたいなと思ってますので、はい、まあ、あとやっぱり鶏肉を使ってるっていうのが宮崎餃子の定義みたいな感じになってくれるといいなっていうのもあるので、もっと宣伝していって、みんなに認知してもらえるといいなと思ってます。あんまりもう話が入ってこない